見るだけ観光リサーチ姫路城。名前は皆さんご存知のはず。土木建築技術を極めた傑作として、1993年に日本で最初の世界文化遺産に指定されたお城。その美しさから、白鷺が飛び立とうと羽を広げた時のようだと白鷺城の別名を持つ。400年の歴史の中で戦にまみえることなく、近代の戦災に遭うこともなかった奇跡の城とも呼べます。たくさんの櫓や門、石垣が侵入した敵を迎え撃つために設けられているため、姫路城の敷地はとても広大。城内に入ったとしても天守閣までの道のりはマジで長い。どれも歴史的価値の高い、趣深いものばかりで見どころいっぱいです。姫路城は外から見るだけでなく、天守閣など建物の中に入ることも可能。木造建築の最高傑作とも言われる城の中を歩く非日常体験は、姫路城に来る理由としては十分ではないでしょうか。城を上り下りしながら姫路城の木の質感やエネルギー、建築技術を体感することができます。階段が急だから気をつけて。一番上からの景色も最高でした。姫路城を訪れたら合わせて行きたいのが考古園。中には9つの庭があり、敷地内には流浪に謙信や大奥、水戸黄門、暴れん坊将軍など数々の時代劇のロケ地として利用されており、これらのロケ実績からも考古園の景色の趣深さが伝わりますね。姫路城と考古園両方に入場できる共通券は大人1,050円、子供360円、有料駐車場は点在しています。総じて歴史感じる美しすぎる世界遺産、それが姫路城。ぜひ皆さんも見たい。詳しい情報は概要欄に載せているのでご覧ください。なんかビデオだとあんま大きさ伝わんないね。